すげえすげえ。まあ、ちょ最後 の, あの2文字がね、難しいからね。うん。画数もね、そうそうそう、あるし。ジョジョカフェ、うん、みたいなのにいたって言ってたでしょ、うん、あれの話をね、作品を知った今もう一回聞きたいなって思うの。ああ、なるほどね。いや、だって今あったら、今その店に行けるよって言われたら行きたいもん。それはそもそもどうやって知ったんだっけ。これは、うん、友達からそのジョジョカフェあるよ、一緒に行かないって言われて、それで4人で行ったっていう感じで、うわー、いいなー。友達自体で知ったっていう感じかな。え、メニューとかってどうなってんの。メニューはね、例えば、うん、メロンソーダみたいなのがあって、うん、まあお酒なんだけど、あ、お酒なんだ。それ頼むと、うん、あの、花京院の、グリーンのスタンドがファイエローファントグリーンでメロンをイメージしてあるスタンドだから、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。脅威のその彫像家のフィギュアっていうフィギュアを一緒にテーブルに持ってきてくれて、うんうんうん、そのキャラクターとかスタンドに合ったメニューになってて、それに合わせてフィギュアも一緒に机に置いてくれるよっていう感じで、うわーいいなー、めちゃくちゃ楽しいじゃん、それ。キラークイーンをなんかイメージしたやつが、うん、なんかその花火みたいなのが育ってて、パチパチって。それぞれ、あれだね、違う演出があるんだね。そうそうそう。だからいろいろ頼みたくなっちゃう。うんうんうん、そうだよね。その4人でいた時はみんな違うものを頼んだの？そう、みんな違うもの頼んで、うんうん、それぞれ写真撮り合って、あ、楽しんでた。いいなぁ。置いてあるもんもジョジョ関係とかなんか言ってなかったっけ。そうそう、店の中にいろいろフィギュアとか、うんうんうん、あとはジョジョのポスターだったり、うわーいいね、いろいろ石とか、うん、グッズがいろいろ置いてあって、もう全然写真自由にどうぞって感じだから撮りまくった。また行きたい。なかなかフィギュアとかも買うのちょっと、うん、うーんって思っちゃったりするけど、うん、そこで見ると欲しいなって思う。いや、そうだよね。そんな揃ってたりさ、するの見るとね、ちょっといいなってなるよね。うん。もうただひたすら行きたくなった、ほんと。ぜひ、ちゃこさんも。いや、行きたいか。ジョジョカフェ。って言ってたら、精神ができましたので。あ、はい。もうね、ポイントをかなり抑えてて。ほんと？そうそう。米の横がしっかり長かったり、うん、バランスはかなりいいんだわ。長さを気をつけるとめちゃくちゃかっこよくなるんだけど、この米のちょんちょんってやつと、この払いの下側に何もないスペースを作るとめっちゃかっこよくなる。なるほど。すごーい！え、ちょっと待って、うますぎんか？ありがとう。めちゃくちゃうまいんだけど。めっちゃ上手じゃん。ほんと？ありがとう。完璧完璧。素晴らしい。おしまい。めっちゃ褒められる。いや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 、もうすごいもん。いや、誰だって褒めるよ、そんなの。今回この雑談に向けてとにかく百何十何話を全部見ようって決めてたから、うん、でその D アニメってさ 1.25 倍速っていうのがあるんだわ。で、まあ、基本的に早く見ようと思って 1.25 で見てて、うん、でも主要キャラが死んだりとか、うん、あとなんかラスボス系になると割と真面目に、そう、普通の速度で見てたんだけど、 1.2 倍速にしててももう泣けちゃうぐらいの回がすごい多くって、結構死ぬやん主要キャラ。そうなんだよ。例えば3部だったら、うん、アブドゥルが実は生きてたでしょ。 あ、うん、あれは本当にさ、そう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 、あのポルナレフと同じ気持ちで、そう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 、めっちゃ安心したんだけど、ほんでその一件があった。私ポルナレフも結構好きになったんだけど、うんうんうん、ポルナレフもいいよね。そう、ちゃっかり五部にも出てくるじゃんね、だって。そう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 。でジョジョってさ、結構死ぬ時さ、あの本当に死にましたってことでさ、あの死亡って出るじゃん。うん。かなりね、叫んだの。叫んだの。叫んだ。嘘ってなって。まさかね、死ぬとは思わない。いや、ほんと、衝撃。いや、まあ、なんか、そんなこと言い出したらさ、うん。ジョナサンとかもさ、死ぬじゃん、平気で。うん、最後で。そうだよね、一部最後、主人公死んじゃうし。そう。結構、驚かされるなっていう印象。うん。
あのアニメで放映されたその5部までならどこで一番泣きました、うん、一番泣いたのはやっぱシーザーが死んじゃったところかな。やっぱシーザーだよね。そう、あそこはもうすごく感情移入しちゃって、ジョセフと同じ気持ちで泣いちゃった。いや、またあのジョセフがあの杉田さんってのがいいんだよ。うん、でなんかあそこでさ、あのリサリサのさ、ちょっと人の部分が見えたでしょ。ね、リサリサもなんか必要ぶってたけど、リサリサ先生タバコ逆さだぜそうだよいや、めちゃくちゃなんかもうさ、なんか残されたその二人の思いとかさ、 それでもシーザーが次に進んでくれっていう意味での残してくれた思いがさ、すごい、うん、すごい来たね。ね、もうあそこは本当に、うん、感動するし、そう、泣いたな私も。泣くよね。いや、泣く。何回見ても泣いちゃう。本当に。どうなるか分かってても泣いちゃう。泣いちゃう泣いちゃう。アニメとか漫画見て、うん、涙するなんて考えられなかったけど、うん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 、これを見て初めて泣いたアニメで。あ、そうなんだ。あ、まあもともと。そう。うん。そんなに泣いたりはしないかなっていう感じだけど、うんうん、これは、さすがに泣かずにはいられなかった。いやー、そうだよね。うん。なんかただのバトルアクション作品だと思ってる人はね、ぜひ、ちゃんとストーリーを追ってみてほしいよね。そう。ちゃんと一部からストーリーを追って、そう。見てください。本当に見てください。アニメ5分まであるんで。本当。多分また続編来るでしょ。なんか2年おきにアニメやってるっぽいからね。うん。6部もいずれか。楽しみだわ。そう。声優さんは沢城みゆきさんでお願いします。お、いや、いいっすね。なんかゲームとかだと、うんうんうん、8部までボイスがあるからあまり変えないでほしいっていう。5部はもう全部声優さん変わっちゃってて、うん、最初聞いた時は違和感あったけども、うん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 、アニメの方に慣れちゃった。ああ、なるほど。ゲームもゲームで結構声優さん豪華な、うん、なんかキャスト違うのは見たけど、わ、この人使ってんだとか結構あった、うん。ゲーム版のシベロハンとかは神谷さんがやってたり、うん、そうなんだ、神谷さんなんだ。そうなんだ。あー、いいなー。そうなんだ。あ、でも似合うな、あのちょっと淡々としてる感じでいい。そう、ひねくれさとか結構神谷さんも噛み合ってて。あー、そうだね、そうだね。あ、岸辺露伴も好きだな。うん、岸辺露伴もね、いい。そう、ネットフリックスで岸辺露伴は動かないっていうのが配信されたばっかなんで、うんうん、見てください。よし、ほんじゃあ最後の字いきましょうかね。はい。精神の性と一緒で、ねみたいなやつのこの下側を結構余白残すイメージ、うん、で、あと点はね、ちょっと立てるといいかな、今寝てるから。あ、立てに。そう、その2つだけちょっと気をつけて書いてみて。そう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 、まいまいまい。うわ、すごいね。ほんと上手よ。ありがとう。これはもういいと思います。おさらいきますか。あ、いきます。はい、じゃあ最初の字の下に、はい、そう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 、見せて見せて。うわ、めっちゃ綺麗。いや、こんなに変わるとは。あ、自分でも変わったなって思う。うん、すごい、ちゃんと押さえるべき点を押さえるとすごく字が変わるなって。うん、見栄えする。なんかもうリケさんのスタンドが出てきそう。すげえな。え、どれが一番良くなったなと思う。この黄金のゴンかな。うん、そうだよね。長さがさ変わったから、うん、全然ね、印象違う。すごいわ。めっちゃびっくりしてる。もう言葉失ってるもん。今日ね、1時間にわたってお話しさせてもらいましたけど、どうでしたか？すごく楽しかったです。なんか、自分と同じ好きなものの話をできて、うん、その好きな話をしつつも、こうやって字をね、学ぶことができて、すごくいい経験になったと思います。なんでそんな、面接みたいなんだよ。
いやいや、でも本当に今回喋らなかったら自分からさ、こう見てみようって思うことが、うん、多分きっかけがなかったと思うから、あ、知れてよかったなって思うんで本当にありがたいです。いや、見てくれてこちらも嬉しいですよいやもう、あの、今後ね、進めるアニメにね入ってくるね、ジョジョは。あ、本当？うん、本当にいろんな人に勧めて、はい、ジョジョを増やしてみましょうアニメ見たの、この約1ヶ月間で、それでも入っていきやすいというか、楽しいからね。ぜひ見てみてください。あの、実はね、この前の週に動画が上がってる予定なので。なるほど。今日喋ってないことも、あの、喋り散らかすと思うんだけど。チェックします。また見てやってください。はい。じゃあ今日はリケさんと黄金の精神書きながらジョジョの話しました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。